イエーイ、略してパスちゃん。おこの番組はパスポの、パスポによるパスポのための番組。はい、はい、さて今日は11月2日ということで、6日後の11月8日に迫った森氏のお誕生日企画をはっちゃけたいメンバーでお送りしたいと思います。しかし、はい、ただ誕生日をお祝いするだけではないんです、うん、今回は裏企画を用意、はい、そんなに怒らんといて短期の森氏改善プロジェクト。イエーイ。はい、皆さん森氏のプロフィールをご覧ください。あれですか、あのプロフィール欄にですね、あの短所にすぐ怒るって書いてあるんですよ、うん、まあ、でも短期なんですよね、源さん。 あります、あります。あとね、お酒飲んでるとね、結構手が出る、本当に。雪されたあざができた。あざできた、恐ろしいね。そうなの、ね、さん。あとね、よくね、一人でね、ちぎしょーみたいな言ってる。一人一人で厳しいし、自分にも厳しい。自分にも厳しい。自分にも厳しい。自分にも切れてる。うん、そういうことね。って感じかな。そんな短期の森氏に、もう23歳というね、もう立派な大人の女性になるので、気の長いエレガントな女性にしてあげたくないですかと思って、私たちはね、はい、はい、今回は番組中にスタッフさんのミスに見せかけた小さないたずらがたくさん起こりますよね。何ですか、楽しいね、こういうのね。楽しい、はい、いたずら、こちらにいたずらの一覧を載せたフリップがございます。見てください。バースデーケーキが小さい。いや、これはね、これはね、多分大丈夫だと思う。ケーキプレートの名前が間違っている、うん、あー、これはちょっとね、すぐ突っ込む、すぐ突っ込むかもね。収録中にスチールカメラマンがフラッシュを焚く。あ、これはよくない。どうだろう。いや、カメラ回ってないとかで怒りそう、これ。確かに、うん、スタッフさんにはでもそんなに言わないかな、うん、なんかね、そう、年上のなんか目上の人には結構、うん、はい、みたいな感じだから、どうだろうな、わかんないな。でも、そして収録中にスタッフの携帯が何回も鳴る。あー、どうだろう。そしてシュークリーム、ロシアンルーレットで必ず森氏が激辛を引く。これは怒りそう。怒りそうだね、うん、で、そして最後に森氏の頑張りに対しメンバーがノーリアクション。これはこれ多分泣く、これ泣く、これは泣いちゃう、ね、泣くと思う、これリアルに、うん、はい、ということで森氏はこれに対して怒らずに最後まで我慢することができるのかをみんなで観察してみたいと思います。大丈夫だね。ね、はい、このね、いたずらに対して怒ったり、おいとか些細なツッコミをね、した回数を集計して、うわ、番組の最後で森氏が90分で何回怒ったかを発表します。おい、皆さんもね、結構言わない、確かに森氏、うん、おいって森氏が怒ると、そう、おいっていうね、声がかかる、おいって言うよ、く声がね、うん、でも最近怒ってたこと、最近怒ってた、あ、でも今日は、ね、寒いことに対して切れてたな。朝寒いことに対して、もう寒いだろみたいな。やばいじゃん、今日喉が、じゃあ森氏がその怒った回数を集計してどうするの、その怒った回数を集計して何かあるの、罰ゲーム的な。罰ゲーム、罰ゲームではないけど、うん、まあ多かったな、多分、まあ、怒った回数が少なかったら、うん、何もなし、いいことがあるのかな、うん、いや、違う、あ、でも大嫌いな、あ、うん、なるほど、なになに、いっぱい怒ったり突っ込んだりした分だけ疲れて貧血になるかもしれないので、あの、源さんが大嫌いな大嫌いなレバーを怒った分だけ食べてもらいたいと思います。うわ、やばいじゃん、ね、それに対しても怒るんじゃない、源さん本当にレバーダメだから、うん、ガチだよ、ガチ、食べれないってよく分かってるね、レバー嫌いなの、結構ガチで嫌いな人だから。そして最後にいろいろな仕掛けはございますが、うん、今回は森氏がドッキリと言ったら企画は即終了となってしまいました。じゃあもちろん何もなしってこと、だから、あの、スタッフさんの携帯が鳴ったりフラッシュ焚いて笑ったらバレる。あ、オッケーオッケー、バレる、うん、じゃあ普通に今日はもう本当に森氏のお祝いですもんね。そう、だから、あの、なんか怒っても普通にしてればいいか、ご協力よろしくお願いします。でも大丈夫、今こんな静かでさ、絶対森氏なんかあると思ってる、うん、思ってる、だから慎重に行かなくちゃ、ね、いつも通りを予想しましょう、うん、あくまでも
はい、イエーイ。タイトルコールいきましょう。いよいよスタートです。 YNN パスポチャンネル森ちゃんのお誕生日企画大森スペシャル、イエーイ。はい、始まりました YNN パスポチャンネル、略してパスチャーン。イエーイ。さて今日は11月2日ということで、6日後に迫った森氏のお誕生日企画をはっちゃけたいメンバーでお送りしたいと思います。イエーイ。それでは早速主役に登場していただきましょう。おー、森氏。うわー、パスチャーン。センキュー。真ん中に座って。オッケー。てめえな。ここに座って。待て待て、これなんだよ。しおり生誕おめでとう。ありがとう。かわいいね。あまりデコってないんだね、これだけで。今日はもうゲンさん主役ですから。はい。王様ですよ、もう。おい、すごいね。いいね、このパーリーか。そういうこと聞け。はい。はい、ということで。4人ね、はい、全員揃ったとところで、自己紹介とりあえずしてみましょうか。はい、はい、今回のパスポチャンネル、私、ザイアンこと安西直美と、ゲンさんこと森しおりと、 DJ 藤木こと藤本ゆきみと、カリスマこと岩村なつみでお送りしたいと思います。イエーイ。よろしくお願いします。そして、今回は森氏のためにスペシャルゲストもお呼びしております。筋肉大好きな森氏のためのムッキムキなゲストでございます。誰、どんどくれレイザーラモン HG さん。おどうもよろしくお願いします。すごい。こんなのを撮るためにね、カメラマン撮ったわけじゃないんですからね、本当に。どうも。いや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 、お誕生日おめでとうございます。どうも。皆さん、レイザーラモン HG さんにお越しいただきました。お願いします。私たちパスポのこと知ってますか？はい、あ、座りいただいていいですか？はい、どうぞ。入らないんじゃない？あ、入らない。はい。はい。知ってますか？もちろん。嘘でしょ？私知らないでしょ？こんな感じ。嘘ではないですよ。じゃあどこで知りました？あの、こういう白い台本がありまして、見ました。名前が書いてましたんで。はい。じゃあ、あの、私たちはっちゃけたいって言うんですけど、はい、パスポの派生ユニットなんですけど。はっちゃけたいはしてますか？はっちゃけたいするわけないでしょ。パスポの派生ユニットするわけないでしょ。知らねえ。逆にせいせいですよ。せいせい。HG は知ってるんですか？もちろん。超流行りました。超流行りましたよ。もう10年前よ、私も。10年前。確かに中学生とか。中学生？中学生。中学生？中学生。めっちゃ流行ったもん。流行った？流行りました。めっちゃ。やってた。散々やりました。男子も女子も？やりました。すごいっすね。そうなんですか？いや、だから、じゃあ、いくつになったんですか？お誕生日おめでとうということで。23になります。23。なるほどね。来年、24! 来年です。嬉しい。なんで24じゃないの？な、23。来年も呼んでくださいね、本当に。なんかね、私 HG に、その森さんの方から、なんか熱烈なオファーがあったと聞いておりますけども、どういうことですか？結構よく筋トレとかもしてて、はい、細いんですけど、ちょっとまだ、はいはいはい、筋肉つけたいような感じで。どこのゴールドジム行ってるんですか？だってゴールドジム行ってないんですけど。ゴールドジム行ってない、はい、あ、そう、どこのジム、あ、ジム行って。ジムはたまに行って
ますね。最近ちょっとあんまり行けてなくて、ランニングが好きなんで。ランニングが好き。ランニングをとりあえず今はやってますね。有酸素運動で。そうですね。あと腹筋背筋などなどやってます。そうなんだ。はい、ちゃんと。あ、そうですか。はい。師匠になってもらいたい。ぜひね、このね、ランニングで足腰鍛えて、ゴールジム入会してくださいよ。ああ、ね。ゴールジム見に来たのかな。見た、見た、見た。これですよ。すごい。せい、せい、せい。わー。すげー。すごいよ。せい、せい。ガチガチやと。すげー。マッチョ。マッチョいい。マッチョいい？マッチョ好きで。ユキを好き。マッチョ大好き。珍しいね、マッチョ好きなんてね。そうなんですか。なかなかね、こう、なんか、細マッチョっていうかね、それが好きだけど、なんか、ちょっとゴリマッチョになるとセイみたいな感じですけども。あ、へえ、嬉しい。ゴリマッチョじゃなきゃマッチョじゃねえよ。そう、男じゃないから。そうだよ。男なんだから。若い子ね、珍しい意見で。今弱かったんだよ。あ、そうなんですね。でも、あ、大丈夫。あ、じゃあみんなゴリマッチョでいいの？はい、ゴリマッチョでいい。あれ、ナオミさんは？そうなんだ。ナオミさんは？ちょっとね、一人なんか、賛同してこない。ノリに賛同してこないよね。細身の人なんだ。なるほど、これが普通ですよ。やべえな、普通じゃねえの。白くて細いのは好き。いいんで、それでいいんですよ。なんかですね、今日はですね、スタッフさんの方から、モリシーと呼ばせてもらっていいですか？モリシーです。プレゼントがあるということで、持ってきて！プレゼント？何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 段ケーキ？5段？10段？さあ来ましたよ。あーちゃっ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 ちゃ。うわー。豪華な。よかったじゃん。豪華な。モリシーって字がイチゴで見えてねえんだよ。イチゴで見えてねえんだよ。上から撮ってほら、あ、ちゃんとモリシーって書いてるよ。だけどそれね、スタッフ間違えてんだよ。モリシーの詩は森しおりの詩の方なんですけど。あら、皆さん、先生、モリシーじゃないんですか、これは。森しおりの森氏だわ。あ、森しおりの。こういう字じゃないの、森しおりの詩は。違います、違います。あ、違うんですか。ごんべんに寺ですよ。ごんべんに寺。ちょっとね、いや、ちょっとごんべん寺で、ちょっと技術的に難しかったのかな。チョコレート、ちょっと、画数が多いから。なるほど。仕方ないか。ありがとうございます。はい、豪華なやつですよ、これ。嬉しい、23ってね。23って書いてますよ。どうですか、このプレートの方が大きいという事実はどう捉えてますか？大丈夫ですか？大丈夫です。まあ、予想外でしたね。予想外。もうちょっとでかいホールかなと思いましたけど。もうちょっとでかいホールかな。間に合わなかった。なるほどね、やっぱね。間に合わなかった。というのはトレーニングしてるということですから、やっぱりね、あんまりね、ホールでいっちゃうと、糖分がね、やっぱいっちゃいますから。いただきます。じゃあ食べちゃってくださいよ。食べている間に、ここで一つ重大なお知らせがあります。はいはい、どうしました？本日の番組中にモリシへお誕生日おめでとうコメント、もしくはモリシのいいところ、好きなところをコメントしてくれた方の中から抽選で4名様になんとチェキ写真をプレゼントしたいと思います。いいね、これ。フォーメン様、フォーメン様、本尽くしで、ありがたいですね。よかった。どうしました？フォー尽くしだから。フォー尽くしですよ、本当に。23ですけど、来年24ですからね。そうです。フォー名様にプレゼントということでね。はい、いいですよ、本当に。めでたいですね、本当に。めでてーぜ。はい、めでて、食べてください。早速ね、企画の方に行きたいと思います。行きましょう、行きましょう。ここからは一時先輩に好きてもらって。いいでしょう。いいの、ハード芸人好きらして。はい、本当ですか？わかりました。ということで、私、ハードゲイが仕切らせてもらいます。ということで、企画一発目は、ハードゲイ先生が教えるギャグ道場のコーナー、イエーイ！私はまあ本当に伝説のギャグがございますね。ギャガーでございます。ギャガー、はい、かっこいいわ。そんな私はですね、まあやっぱりギャグ、このいかに大事かね。ギャグがあれば
まあ今のみたいにね、フォーをね、うん、ふんだんに使えるわけですよ。いろんな場所で活用できるわけ。やっぱギャグは持っとかないと、ね、そうですね、持って本当にいいことばっかしですから、はいはい、皆さんのこのギャグをね、いろいろ考えていきたいということなんですけども、すで、はい、になんかこのメンバーの中でギャグ持ってるぞ、はい、あるぞって方います？ギャグっていうか、はい、ギャグと言っていいのかわかんないんですけど、はいはい、なんかあのモノモノマネという、モノモノマネ、はい、一発芸というものはよく披露してます。お、ナオミはね、マジでよく、あ、そう、でちょっとじゃあやってもらいましょうかね。あ、本当ですか。ハードゲー先輩の前で、はい、あれ、あ、じゃあちょっと確かな、前に出てもいいですか。あ、これは本格的なやつですね。何がいいかな、ね、何やるの、どうしようかな。いっぱいあるじゃん。いっぱいあるの。うん。結構あるね。すごいですね。やっぱこれは音楽が、うん。何が一番いい？わかりやすいやつ。あのスプレー。鉛筆削る。あ、スプレーもいいか。あ、じゃあそうだね。スプレーというなんかワードが聞こえましたけど。はい。はい、それでは、中身がなくなりそうな制汗スプレー。出し切ったっていう、出し切ったやつね、はい、いいね、分別して出せるね、そこまでいったらね、はい、そうですね、残ってると出せないけども、はい、なるほど、いいじゃないですか、このなんか中川隆さんに通じるような細かいモノマネ、はい、これは素晴らしいですよ。やったー、頭が下がります。さあ、はい、まあ、主役のじゃあ森氏、はい、なんかね、はい、ギャグでもモノマネでもありますか？ないです。せいでしょ。即答はせいでしょ。せい、ないっすもん。ない？はい。なんかないの？モノマネ、ほら。モノマネですか？うん。なんかじゃあほら、安西さんがちょっとこう伝授してあげてさ、なんかあげろよモノマネ。え？スプレー以外なんかないの？あ、他の教えてあげれば、じゃあ。うん、教えてあげる。あるじゃん。どうしよっかな、じゃあ。スプレーは結構技術がいるからね、あの最後のチュッていうのがね。なるほど。ものでもいいんだよね。うん。物、今ものですよ。そうだね。いや、ものだよね。ジャイアンのレパートリーの中から一つ教えてあげなよ。あー、じゃあパイプ椅子。あ、パイプ椅子。あれ結構難しくない？結構難しいね。わかる？わかります。あー、じゃあちょっとパイプ椅子ちょっと見た感じでやってみて。これ実際あのナオミンがやってるの見たことあるんですよ、森。なるほど。やってるよ、ね。じゃあもう大丈夫だね。お、大丈夫か？大丈夫。うん。あ、オッケー、多分大丈夫だと思う。こっちかな、思いっきり。こっちはニューバランス。はい、うん、はい、みんなそうなんですね、はいはい、こうなんです。あ、パパイプイスですか。はい、いきます。はい、なんだっけ、あ、違うな、え、どんなんだったっけ、え、どんなん、こう、え、ちょ待って、まずパイプイスがわかんない。こう、え、こうか、パイプイスってこう、ちょっとね、誰か正解教えてよ。ないでしょ。何ですか今の時間。ねえ。何の答え教えてくんないの。何これ、何これ。いや、運動じゃないよ。いや、違う。何、パイプ椅子。パイプ椅子どれ、最初の構え教えて。いや、なんかもあの原産風のやつ出るかなと思って。いや、でも原産風のやつを出したかったのね。そう、ね、見てみたかったなと思って。いや、でも私だったらこうやってやって、うん、パシャッてやる。なるほど。そう、思いっきりしまった感じ。なるほど、ね、こうパンって立ってたら動くんですね。急ぎ目でこうやってしまってる時。なるほど、なるほど。あ、そう、それいいっすね。あ、めっちゃいいっすね。気に入った。あ、そう、ちょっとじゃあ森氏もさ、バン、おー、まあ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 、いいんじゃない。うん、あのハードゲーさんのお手本の何かギャグ見たい。ね、確かに見たい。なるほどね、うん、分かった、はい、見たいよね。お願いします。俺、フォーしかないと思ってんだろ。そう、思ってます。それしか知らないんですよ。フォーしか知らない。10年経ってんだぞ、お前、フォーから。え、なんだろう、新しいギャグ見せてやるよ、じゃあ。やったー、え、4とは全く別角度の、やった、嬉しい、新しいギャグやってやるよ、お前。はい、よく見とけ。はい、パスポ、フィー。
そうだ、この音響さんの音響さんのこのタイミングの良さ、ありがとうございます、本当に。見てなんすか、見たか、えこうじゃなくて、見ろ角度が全然違うだろう。あ、下行った、全然違う。フィーからのフォーフォーからのフィー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 、こういうことなのよ。ほら、じわじわ来てんでしょ。じわじわ来てますね。これいいと思います。そうだろ、初めて見たわ。フィーだよ、フォーからフィー、フォーからのフィーだよ。フィーフォーフィー、いや、いいっすね。そういうことなんだよ、ギャグとは。わかる、もっと話すといいっすね。ね、ギャグとはもうそういうもの。はい。わかる？はい、ギャグと。ね、ギャグとはそういうもの。はい。上行ったら下行く。もう上、上と下だよ。ね、横はないんですか？え？横。横もあるよ。お、見たい見たい。左右左右。横？パスポフィー！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 何が変わったの？横になったんだよ。横になった時の声は何ですか？フェイ。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 そうですよ。ね。ナオミに関してはどこが変わったのか分からないけど。ちょっとね、聞いた話なんですけども、なんか畑隊の曲の中に、あの小島よしおのギャグが入ってるという。はい。勝手にちょっと入れちゃって、勝手に無断でですか？会ったことはあるんですけど、その話をするまでいかなくて、まだ、はい、そうなんですか。まあ、僕はあの知り合いなんで言っときます。え、言うんですか？ちょっと見せていただいて。でもよく一緒に鍛えてるって言ってた。あのね、小島よしおもゴールドジム芸人なんで。そうなの？言ってた。ちょっとじゃあ見せていただいていいですか？もうそれ次第ですけどね。ここですよね。完成度が高ければね。ここだ。あ、ここ。なるほど。はい、使ってます。関係ねえは言わないですね。あ、いや、あります、あります。あ、関係でも言うの、これで。はい、はい。聞き中に。A メロから？いや、でも、ウェー入れてるとこが、ウェーいいっすよね。はい。ここが結構面白いですわ、彼の。はい。この関係ねえ面白いけど、ウェーが、ウェーがめっちゃおもろいんですよ。この曲の最後に、実は、あの、ジャンガ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 ジこれはせいなの？せいのせいの。ちょっと裏切っちゃう感じがごめんなさいって感じ。最後はウェイじゃなくてジャンガ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 で走っちゃう。それが覚えかったから音に。なるほどね。じゃあちょっとフィーフィーフィーフォーフォーでしょ。フォー入れてよフォー。でも確かにあの吉尾さんからあの許可取ってないからそんなになかなか使っていいか分かんなかったんですよ。だから全部 HG さんに変えちゃっていいかも。確かに。あ、いいね。曲中のチャ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 キスベイベー。めっちゃいい。めっちゃいいじゃない。あ、いいですか？どうですか？いや、それぞれの方あったけどよかったよ。あの正式教えてもらっていいですか？正式のやつか。なるほどね。まあ一応ちゃんとまあマニュアルがあるから一応教えとこうかな、それは。はい、わかりました。じゃあ僕お手本見せればいいんですか？どうですか、一緒にもうやっちゃいます。じゃあやってみましょうか。やっちゃいます。はい、チャッ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 
こういう感じですよ。こういう感じか。そうそう。あ、いい。すごいメリハリがき、うわーすごーすごい。もういい、もういい、もういい、もういい。机いらなくないもんね。いらないじゃない。すごい覚えもいいし。やったー、やってみよう。めっちゃいいね。やってみようよ、みんなで。ちょっと一回やってみて。じゃあちょっと一回入れてもらっていい、ちょっとね。はい、じゃあ前に出る、せっかくだから。いらないよね。いらないのこれ。はい、見えるぐらいに。ね、足元もちょっとね、いい感じで決まってましたんで。いや、いい感じじゃない。はい。さあ行きましょう。じゃあ、はい、お願いします。じゃあこれダンスから。チャッチャッ、せーの、チャッチャッチャ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 、キスキスベイベー。ほー、最高。いやー、テンションむちゃくちゃいいやん。むちゃくちゃいいじゃん。ぜひじゃあこれにしよう。え、これ使っていいですか。いや、もちろん使ってくださいよ。最後、最後でジャンガジャンガもうどうするの？あ、いや、でも、フィー、最後フィー言っとくじゃん。フィーじゃない最後。なんだっけ、これフィーだっけ。最後、最後ジャンガジャンガって言うの？言わないっす。言わない。振りだけ。あの、その時の音がジャーンって感じで終わるんで。あー、なるほどね。そうなんです。だからこれが一番あったんですよね。はいはいはい、あー、なるほど、なるほど。じゃあもう、フィーこれでいいじゃないですか。そうそうそう、ね、余韻を楽しんで。めっちゃいい。めっちゃいい。あ、いい。え、どうやってやったら、どっち引っ掛けるとかありますか、足を。あ、もうこれはもう、はい、下半身はフォーと一緒だから。はい、ね、もう、もう、こうですから。あ、こうなります。はい、はい、もう、あの、左足こう前にピュッてやってもらって、こうビューッ。いい。はい、あ、いいね。めっちゃいい。できた。最高よ。ね、いいよ。できた。うん、素晴らしい、素晴らしい。いいね。よし。え、これ最初と最後できたね。確かに最初と最後できたけど、うん、できたね。変えてこう。じゃあ変えましょうか。本当変えるの？変えます、変えます、もちろんですよ。次から変えますからね。ちょうど明後日ライブあるんで。明後日から。明後日ライブあるんで、ぜひ見に来てください。フットワーク軽いね、マスクは。すごいいいね。いや、本当にやりますから。飲み込みも早いし、嬉しい、素晴らしいですね。じゃあ飲み込み情報なので。そうね。じゃあ、はい、フォーとフィーフォーからのぐるぐるをじゃあ入れていただくということで、はい、もうあの確かにこれね、もう放送してますから、はい、証拠残ってますからね、はい、絶対やる、やります、お願いします。じゃあ、あさってのライブで皆さんぜひね、はい、新生の振り付けを、はい、マジでやる、マジでやる、ね、わー、ありがとうございます、ね、やります。はい、来てくれたから、じゃあ、ね、いろいろ聞きたいことあるかな。聞きたい、聞きたいことある。はい、あの、このフォーはどうやって生み出したんですか。ああ、なるほどね。いや、もう本当に、まあ、海の苦しみはやっぱありましたよね。あったんだ。やっぱり煮詰まった。やっぱりね、このなんすかね、こう、簡単なね、言葉ですよ、フォーなんてね、はいはい、一文字ですから、はいはい、振りもね、ポンって上げてるだけですけども、これが大変だったんですよ、やっぱ生まれたのがね。あれ忘れもしない奈良でしたね。奈良なんだ。奈良で生まれたんですよ。奈良、ハードゲイさんが奈良で生まれたんですか。ハードゲイさんは兵庫県出身なんですけども、はい、はいはいはい、奈良で生まれたんです。奈良、はい、あのね、僕はまだこう2005年にね、はい、出してもらうようになりましたけど、はい、それまで8年間やってたんですよ、下積み、はい、ね、はい、名もなき芸人、はいはい、レーザーラモンっていうね、コンビ組んで、はい、全くね、売れない時代が8年あったんですよ、はい、ね、その、5年目ぐらいにね、はい、ハードゲイ思いついたんですよ、ね、デビューして全然ダメでね、なんかないかな、なんかないかな、キャラがないかなっつって、うん、ハードゲイ思いついたんですよ、うん、ね、で、その時に、なんですかね、よくあるんですけど、そのダブルブッキングというので、うん、その人気者のコンビが行く仕事がダブルブッキングで行けないと、ね、じゃあ急遽前日に誰か行けないかってなったんですよ、はい、ね、うん、そしたら我々暇でしたからね、はいはい、そこ行ってくださいと、それが奈良の営業だったんですよ、ね、奈良の大学、うん、奈良大学に行ったんですよ、ね、そしてその人気者がいっぱい出てる間に我々が出番あったんですよ、はいね、そしたらもう我々出て行ってもね、もう誰だになるわけですよ。知りません。ね。でもなんとか盛り上げないといけない。ね。
だから僕はこのプロトタイプの格好をしていきました、はいね、これの、ね、本当に初代黒いやつですよね。 旧作のような感じですね言えば、はい、まだこれになる前です、はいはい、テカリもなかったです、はいはいね、もうすごい安い衣装ですけども、なんとこの辺の形を整えて、はい、ハードゲーっていう武器を持ってね、うん、行ったわけですよ、はい、出ていきました、はい、でもシーンですやっぱり、誰だ、なんだあの黒ずくめの男は、はいはい、えって感じで見てるわけですよ、はい、どうしようどうしようね。で僕はこう追い詰められて、なんとかこう盛り上げようと思ったわけですよ、はい、ね、奈良を盛り上げよう、うん、ね、うん、それで出たのが奈良フォーだったんですよ。ないんですよ。もう思いつきで結構、思いつきでイメージではあれです、あの海外アーティストがね、うん、日本公演に来たらね、土地の名前言うじゃないですか、東京フォーとかね、大阪というわけですよ。会場がすごい盛り上がるじゃないですか、うん、それをイメージしたわけですよ、うん、この感じですか、なんか洋楽のアーティストみたいでしょ、なんかねミュージシャンみたいでしょ、だからその感じで奈良を盛り上げようと思って出た言葉が奈良フォーだったんですよ。そっから、はい、それがテレビにもあれですか。でもフォーってやったんですけど、シーンですよ、そら、その時はシーンだったんですか。そらそうです、まあまあ、名もなきね、黒ずめの男がね奈良を叫んでもね、シーンだったんですよ、ね、で、シーンってなったんですよ。でも、ね、この奈良の大学って、あの奈良大学というのは山奥にあるんですよ、はいはい、で、フォーってやったら、フォーって山奥にそれも面白い、超えたんですよ、はいはいはい、ね、それをね、袖で見ていた当時も人気者のケンドー小林さん、はい、この前一緒でした、そのヤバミコに笑っちゃったんですよ、なんかね、なんだお前ならフォー、久々にヤバミコ聞いたわって言っていじられたんで、そこで手応えを感じたんですよ。ヤバミコにお客さんは距離もおらなかったです、もちろんケンコバさんの言葉だけを、ケンコバさんやっぱ僕尊敬してますから、そうですよね、リスペクトする芸人さんが面白いってね、まあ、ね、一周回ってですよ、滑ってる俺が面白いって言ってくれたんですよ。それで、あ、これだと思ってやり続けたら、その3年後にブレイクスローできたんです。やり続けるかな、ギャグの上にも3年、そういうことですよ、ね、やっぱりね、あのやり続けることが大事なわけです、はい、そうなんですよ、持ちギャグ欲しい、持ちギャグね、だからね、やっぱギャグ欲しいということでしょ、だから、うん、まあ、さっきのね、あのスプレーとかいつも良かったですけども、うん、さらになんかね、面白いギャグを、ね、今日は考えてみましょうよ、うん、ね、やったー、はい、一緒に考えられるので、メンバーのね、一人ずつ発表してもらって、一番面白かった人にはなんとプレゼントございます。やったー、なんだろう、プレゼントはね、内緒にしておきますけども、盛り上げるだよ、はい、じゃあちょっと、はい、今からじゃあ考えましょうか。え、どうやって考えるのか。え、どうやって考えるのか。シェンキングタイム。嘘でしょ。え、普段どうやってギャグって考えるんですか。もう本当一発でって感じですよね。まあ僕の場合はそのやっぱり追い詰められ、なんていうか忘れたの、ね、追い詰められて、そこから出ましたけども。追い詰められる。え、わかる。ギャグにやっぱいろんなパターンがね、やっぱありますよ。どういうパターンですか。パターンは我私のように、まあ、規制を上げるタイプ、あーフォーとかね、はい、グググググコーとかね、あこういう単純なやつもあれば、なるほど、やっぱりね、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、あゲッツも、まあね、ゲッツもこう短いフレーズ系ですよね、ゲッツ大好き、やっちまったなとか、あ、やっちまったな、あ、そういう感じ、ピーピー食べてもピーこれもまあ意味わからん系ですよ、意味わからん系、意味ある系ね、そう思うと本当すごいね、なんか芸人さんすごいわ、本当すごいよ、いや恥ずかしい恥ずかしい、そうでそんな褒められて、わかんない、わかんない、ピー、はい、え、来た、あ、違うんです、あ、質問ですか、はい、なんか、はい、挨拶みたいな一言で欲しいです、あ、なるほどね、うん、おはよう、こんにちは、おはようとか、そう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 、ああ、なるほど、それは使いやすいですね、うん、なんかツイッターとかでも、あ、ツイッターなんかあるんですか、こんなことどうですかと、うん、見てる方がね、アドバイスはあんま来てないですね、あれれれれ、発声結構笑いに厳しいんですよ、そうなんだ、面白くないことは面白くないって笑わないですよ、そう、面白かったらちゃんと笑って、ちゃんと笑ってもうね、優しさとかないって、なるほど、いいお客さんじゃないですか、そうなんですよ、分かりやすい、意見求む、
意見じゃあちょっとね、もし見てる方で何がいいかな、誰にこんなギャグやってほしいみたいなのあればね、ね、何ネタがいいんだろう、そういう時って。何ネタですか、どんなのがいいんだろう、盛り上がる系の方がいいのか。うん、まあね、頭に残るやつがいいんですかね、やっぱ頭に残るやつ。そうだね、だから真似しやすいのはやっぱ大事ですよね。なるほどね。ゲッツなんて本当にいいギャグだと思いますよ、うん、いいギャグですね。はい、今でもやりますもん、うん、今でもやるね、ゲッツプロポーズできるし、ゲッツあぶね、ポーズもいいね。あぶね、やっぱね、ゲッツってね、こうなんか、うん、脱力系じゃないですか、うん、ね、カロリーあんま使わないからいいじゃないですか、うん、いいね、やっぱね、フォーはね、すごい、もうやっぱカロリー使うから、カロリー滑った時のやっぱダメージもでかいんですよ、ね、カロリー使ってるからね。それでもいいわけですよ、こうつけてもいいわけです。あと脱力系なんかそれぞれの良さを引き出したいよね。確かに、なるほど、ね、なんかじゃあ、キャッチフレーズ聞いてもらう、うちは。あ、なるほどね、一人一人、じゃあそうだね、キャッチフレーズ、ちょっと教えてもらっていい、じゃあ、うん、じゃあ、はい、奥から奥から、あ、なっちから、はい、なっち、あ、どっちがいい、あ、パスポ行ってみる、パスポの方がいいかな、パスポも行ってみようか。あ、2つあるの、はい、あの、はっちゃけ隊の自己紹介と、はっちゃけ隊の方がいい、はっちゃけ隊、はい、じゃあやりますね、はい、夜は頼れる最年長カリスマこと岩村なつみです。なるほど、です。夜は頼れる最年長、はい、セクシー系の感じです、ね、いや頼れるじゃなくてお酒で頼れるってことですね、うん、そうです、お酒が強い、はい、お酒が好きなんですよ、お酒が強くて、夜はだ、夜はハッスル、ハッスルじゃない、あ、夜はハッスル、え、ハッスルじゃない、夜は超元気、なるほど、昼はわしはもうダラダラずっと、じゃあ好きなお酒をもう叫ぶだけで面白いかもしれない、もしかしたらね、ウーロンハーイ、いいじゃん、いいじゃん、アイドルがウーロンハイって話なんて、はい、いい CM 来るかもよ、ウーロンハイ、いいですね、いいじゃないですか、今これでいいの、ウーロンハイ、ね、いいの、いいじゃん、なんですかね、ちょっとこういう感じしてしまって、ウーロンハイ、いいじゃん、いいじゃん、居酒屋でそうやって頼む人が増えるかもしれないよ、ウーロンハイって言って、もう一回で、もう一回で、ウーロンハーイ、夜は頼れる最年長、いいんじゃない、いいんじゃない、決まったじゃん、あー、なるほどね、すごい、はいはいはい、できた、できた、できた、イエーイ、早っ、あれ、すごい、こんな感じ、こんな感じ、すごいね、早くない、早っ、できちゃった、じゃあ次、DJ藤木は、あの、はっちゃけ隊のやつは、あの、はっちゃけ隊の美術担当を DJ 藤木なんですよ、はい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 、で、パスポは、心も体も L サイズです、心も体も L サイズ、体がやっぱ、身長が高くて、高い、高いから一番グループの中で、うん、ああなるほど、あ、大きいんですか、はい、体使ってみたら、なんか、はい、うわ、あ、いいじゃん、 L、 L っていつもこうやってやってるんですけど、ああなるほど、パッセンと一緒に体でもうちょっと大きく見せたいところね、やっぱ L をね、あ、うん、なんかない、こういう風に、あー、なるほどね、 L サイズ、あ、いい、あ、それいいんじゃないですか、これやって、こうやってる、それでジャンプしてみれば、え、それジャンプ、こう、こっからの、こう、で、で、こう心も体もだよ、ね、L サイズ、あ、いいじゃん、これ大丈夫、いいんじゃないですか、これいいんですか、いいんです、いいんです、やり続けることがね、いや、いいんですよ、やり続けること、はい、別に商標取ってるわけじゃないですよ、ね、別にいいんですよ、確かに確かに、はい、はい、森はですね、森は力仕事は任せとけですね、力仕事、どうしよう、力仕事、はい、あー、なるほどなるほど、なんかねえかな、力仕事、パワーがあるってことですね、じゃあ、そうですね、持久力とかもありますね、パワーがあるんですか、あります、あります、あ、じゃあ、もうこれパワー、だ、筋肉右だから左でやったらパクってことにならないですから、確かに、はい、左でやって、左か、はい、パーッ、いい、力仕事は任しとけ、あー、いい、いいね、いいね、いいじゃん、いいじゃん、すごいカロリー高めのやつですね、これはまあ、カロリー高めのやつです、了解です、ありがとうございます、はい、はい、はい、私ザイアンはですね、ザイアン、はい、はっちゃけ隊の切り込み隊長ザイアンこと安西直美というのがはっちゃけ隊の、はい、なんだっけ、キャッチコピー、キャッチコピー、キャッチコピー、なるほど、で、パスポでが、はい、埼玉が生んだエキゾチックのハッピーガールです、おー、そう、はい、埼玉出身、埼玉出身、なるほどなるほど、埼玉をあの、はい、もっとフューチャーしていきたいなとも、ああ、なるほどね、
うん、埼玉はいいところですからね。そうなんです。埼玉アピール。埼玉大好きなんで。あ、なるほど。埼玉なんですかね、名物は。ね、あの埼玉スーパーアリーナありますよ、でっかいところ、SSA、ね。埼玉の名物か。はい。あの埼玉スーパーアリーナのゴールドジムめちゃくちゃいいですよ。ゴールドジムってめっちゃ普通。アリーナに入ってるんですよ。めちゃくちゃいいですよ。天井高くてね。すげえ。はい、めちゃくちゃいいですよ。じゃあ。ゴールドジムでしょ。いやいやいや、ゴールドジム？それはキャラに合ってる。ちょっと違うか。まあそのパワーいるからな。うん、そうだ。パワー系はもういるからね。なるほど。はい、埼玉の売りないのかよ、だから。埼玉の売りか。埼玉の売り、なんの埼玉。なんかないの。もうじゃあ埼玉自体をもう、うん、言うじゃあ埼玉を。うん、埼玉。埼玉。埼玉。ああ、埼玉。それだけ。埼玉のポーズって何ですか。埼玉のポーズか。あ、埼玉ポーズっていうのでもあるんですよ。最近流行ってるの。埼玉ポーズ。これ、それ。ああ、なるほど。なんか見たことある。埼玉みたいにする？なんか。え、埼玉で玉？そう、わかんないけど、多分さ、埼玉。下ネタではないですか？違う。下ネタっぽいよこれ。ね。いや本当なの。これ埼玉、埼玉ポーズなの。ああ、じゃあもう、もう埼玉玉でいいんじゃないですか？いいじゃん、それは下ネタ。いいじゃん、さあ、たまたま。ああ、お金ちょうだいってどうする、ね、あ、いいか、ね、そのたまじゃないよ、お金ちょうだいって言うね。さあ、たまたま、お金ちょうだい。じゃあ、じゃあ今の踏まえて、じゃあおさらいで、はい、やっていきましょうか。なんだっけ、森。じゃあ、ナッチ、ナッチでしたっけ。ナッチ、ナッチです。ナッチ、ナッチ、ナッチからじゃあ。はい、じゃあ行きますよ。はい、せーの、ウーロンハーイ。声出てる。いいね。いいですよ、声出てますよ。やっぱ告知できてるからいい声してる、ね、いいですね、これが。じゃあ GJ 藤木、はい、はい、行きましょう。心も体もL サイズ。いい、いい、いい、いいね、いいね。自分の持つの早いね。すごい。じゃあ森氏、行こうか、はい。いい、いい、いいね。さあ、ザイアン、ザイアン行こう。ちょっと難しいけどね。はい、はい、埼玉タマー。お金ちょうだい。いいですね。いいじゃん、いいじゃん。緩急、緩急があっていいですね。いいじゃん、ね、面白いよ。いいですよ。いいんじゃないですか。結構いい感じでできましたね。でもこういう感じで、ね、パッと考えたやつでいいんですよ、思いついたやつで。なるほど、ね、はい、単純なもんなんですよ、ギャグなんて。あんまり考えない方がいいんです。おー、ね、なるほど。4個できましたか。一応4個できましたね。どれがいいですか。できた。どれが一番面白かったですか。いや、これは本当難しいね。やっぱ君たち本当に迷わすね、うん、我々、私はね。非常にレベルが高かったんですけども、守りっすかな。あ、うん、イエーイ。やっぱね、よかった、やっぱ力がね。あ、本当ですか。やっぱ僕もこう叫び系なんで。あ、一緒なんですね。パワーやっぱいっちゃいましたね。イエーイ、ありがとうございます。キンキ君に言っときますから今度ね。あ、お願いします。喜びますよ。いや、本当ね、我々ギャグ芸人やっぱね、うん、やってもらうの嬉しいんですよ。全然パクッとかじゃないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、全然皆さんにやっていただきたい。そうなんだ。だからもう全然、だから吉尾もね、うん、全然いいと言いますけども、でもまあ交換しましたけどね。はい、はい、はい、これ、はい、残念ながら。素晴らしかったですよ。はい、じゃあね、この振りもそうですけども、はい、今のギャグも、はい、まあどっか、まあ、じゃあ明後日のライブですか。そうですね。使おうかな、一緒に。そうですね、やろ。どっかでね。やろうよ、ね、ね、やろうよ、ね、やります。使ってこう、ギャグ。やることが大事ですから、ね、そうですね、やり続けることね。はい、はい、うん、ました。ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいですね。商品、あ、おごりそうだ。お、何、いいじゃん、モリシ商品ね。ちょっと僕は、はい、もうすでに僕が用意してますんで。はい、あれ、どこにしまったかな。あれ、え、ちょっと待って。あ、すいません、ありました。すいません。嘘でしょ。森さん、あ、ちょっと今動いたら、ちょっと奥の方、すいません。ちょっと奥行きすぎじゃない。ちょ、埼玉に引っかかって、あ、すいません。
なんかリップクリームが好きなんだよね、これ。これ、温めときましたんで、非常にノリがいいと思いますね、これ。リップのノリがいいと思いますんで。はい。やっつけですか？あれ、怒ってんの？あ、怒ってないです。切れてないですよ。切れてないですよ。温めとき、ほんとね、人肌で温めたらいいってね、聞いたんでね、リップは。ほらほら、いや、わーじゃないですよ、ほんとに。せっかくのプレゼントですからね、やってください、お願いいたします。さあ、それだけでございません。続いては、森氏のためだけのこんな企画、いきましょう。世界一ついてないのは俺だ、はっちゃけジョン・マクレー選手権。ダイハードシリーズが大好きで、そうです、大好きです、はい、ブルース・ウィルス演じるジョン・マクレーンになり、なりたがってるという話を聞いていますが、はい、本当に好きなんですか？大好きです。もうダイハードも1からも最後まで全部見ました。あ、そうでございますか。最高です、マジ強い男が大好きなんですよ。なるほどね、もうクリスマスについてない男、はい、ね。もうしかもなんかあの武器とかも使うんですけど、はい、なんかこう生身で戦ってるところとかがやっぱ好きですね。なるほどね、ワンなんでも裸足ですからね。本当にそうです、そう、裸足、それいい。絶対ガラス踏むのにビルだからね。なのに ね、もう刺さって自分で消毒して流して、ワイルドでしたね。ワイルド、ね、なるほどね、うん、じゃあそれではジョン・マクレーンになるべく頑張っていただきたいと思います。もちろん、はっちゃけ隊の皆さんにも挑戦していただきます。はい、さあ、このジョン・マクレーン選手権は、この中で一番ついてない人、はい、すなわちはっちゃけ隊のジョン・マクレーンを決めようという企画でございます。おー、はい、これから運が試させる、3つのゲームを行います。はい、そのゲームで負けることができたらポイントが入るということ。あ、負けたらね、ついてないが正しい、なるほど、負けるのがポイントアップ。なるほど、分かりますか？はい、分かりました。3つのゲームを通じて一番ついてないやつ、最もマクレーンな人を決めたいと思います。はい、優勝した人にはこちら、あなたもこれでジョン・マクレーン、これはこれで欲しかったじゃん。そうですね、なるほど、これはあの公式のジョン・マクレーンの衣装ということになってますね。はい、それどこにあったんですか？欲しかった。アメリカから取り寄せました、これね。アメリカから。あ、ハロウィンの、はい、ハロウィンでジョン・マクレーンの仮装したんですよ。もうやったんですよ。もうやったの？でもこれじゃなかったよね。髪型がなかったんですよ。これまさに坊主しかなくて、あ、ちょっと顔がついてたんですよ。カツオみたいな、青い感じになったわけですね。カツオみたいな。あ、これはそれ、これもう公式の、公式だって。やばい、どうしよう。本当にケンさん勝たないと。頑張れ、頑張れ、勝って勝って頑張って。ブルースさんもこれで行こうという OK 出しましたね、これね。はい、それでは最初の競技いきましょう。題してビリビリグラグラアンラッキー全員ゲーム。はい、じゃあ用意してくださいね。はい、ジョン・マクレーンといえばですね、いつでも窮地に立たされ何度も極限状態を生き抜いてきました。はい、そんなジョンにあやかって皆さんには極限状態でのジェンガをしてもらいましょう。そこで低周波電気マッサージ機を使用していただきます。これをですね、いわゆる手につけた状態で体に刺激を与えながらジェンガを使用していただきます。さあ、やだ、誰からいきますか？やだ、あ、まあ、これ順番ね。誰から誰から順番、誰から順番、じゃあザイアンから、ザイアンから行こうかな。はい、ジェンガの裏側にお題が出たよ。なるほど、じゃあこの引いたジェンガの裏にね、指令書いてますから。森氏さ、こういうの苦手だよね。え、もうあれマッサージでもできないんだもん。え、急にテンションが下がってますね、森氏さんね。絶対負ける。でもジョン・マクレーン、怖い、これ、これは向こうにつけるんです、左右に。左右、両方、やだ、死んじゃう。心臓に来たらどうすんの？いや、そうだよ、低周波ですから。死んじゃうよ。そういうことは一切ございません。ついてないよ、本当に。そしたら怖い、怖い。はい、 6?電源を、え、どれぐらいなの？全然わかんない。はい、2、大丈夫、ね、3、やばいよ、ほらほらほら、やだよ。4です、今4、今4ね。はい、あ、やばい、動いてる。やばいじゃん、これ結構やばくない？マジマジで
これ自分で動かしてやばいよやばいやばいこれ6が6がもうかなり来てますね無理でしょこれやばいできないよこんなんでジェンさんさあ準備いいですか待って それではジェンがスタートはい、滑らない話滑らない話をじゃあしていただきましょうちょっと待って結構滑らない話はい、滑らない話ですねでも怖いちょっと待って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 電源入れませんからゆっくりここはい待って、ない待ってちょっと待ってなんで横なのやだわ、この企画何これ、ないよ待って待って待ってないないわけないでしょゆっくりゆっくり男いから男いからまだ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 マジでちょっと待って本当に待ってえ滑らないモノマネしましょうか滑らないモノマネわかりましたやりますはい、はい、沖縄にいる西表山猫のマネをしますお3、2、1いいでしょう目でけいいでしょうOK ですかいいんじゃないですか、ね、はいじゃあ続きましてまだですよ本当にやばいこれ今から上げていきますからねやばい怖いマジでマジでやだ本当にやばいよマジでやだ本当に来ますはい6来ましたはい行きましょうスタート来るよ、本当に痛い早く6ですよこれ罰ゲームじゃねえかよなんだこれやばいよね死ぬちょっと待ってこれ早くしちゃいけない6だから早く痛い何で叩くのいったあ切ります切りますはい見てください大田久美さんのモノマネ何だったっけちょっと待ってどんなんだったっけさあじゃあもう勢いでいきましょう大田久美のモノマネ3、2、1ゲッなんだなんて言えばいいんだなんだ待って小田久美さんなんて言ってるモノマネ全然思い出せないちょっと待ってじゃあもうそれは浜崎あみですねなんだっけちょっと待ってもう全然思い出せないキューティーハニーキューティーハニーかがいるなんだっけどんな曲だったっけキューティーハニーどんな曲だったはいダメー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 やばいからこれマックスの10いきました怖いやるとりあえずやらないとそういうことはねギャグと一緒とりあえずやる本当にそれですよはいじゃあ DJ 森木森木森木じゃない藤木分かっちゃった藤木じゃあいきますよこれやばいカモンカモンじゃあはい入れましたはいスタート頑張れまだやだ大胆に行きましたね横にもう二度腕まで震えてるんだけど二度腕まで震えてます待ってこうなっちゃうこうなっちゃうどういう状態ですかそれは危ない無理だよこれ怖いマジでやばいよね勢いついた頑張れあとちょっといけ頑張れしてない66早く取れ早く頑張れ早く危ない何危ない取れた
すごい。あ、なんか、はい、食べてた。はい、ごめんなさい。あ、ノー。セーフのあんだ。ナイス、ノー指令、ノー指令ですね。はい。おあ、そういうのもあるの。あ、びっくり。怖い。手をね、こっちにやりたいのに、こっちに行っちゃうの。やばいね、これ。そうなんですか。はい。怖い。じゃあ、いきますよ。まだ、マシマシで。ナッツ、よーい、スタート。あざあ早く早くゴーゴーゴー途中でモード変わるから早く変わるからはい、痛い痛いモードに変わるからそこ行くそこ行くおお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 おすげえすげえすげえ何モノマネ来ましたえどうしようモノマネえどうしようかな何でもいいよじゃあ銃ピーピー出ましたこじめよしをやっつけのこじめよしを出ましたねやっつけですよもう、はい、いいですよねはいいいですよあ痛かったじゃあもう一周いきましょうかあーやだもう一周もうしてなんだかんだいいですよじゃあ次7え何だったかマジマジもうほんとマジ投げますさっきより投げますいやさっきよりですさっきよりですはいいきますよよーいほんと何この人マジでもうハードゲームあーいやマジビリなあいけいけちょっと待って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 さあやばい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 うるせえな早くやれよもうこれ手が止められないけどねえ意地悪遊ばないでよダイヤそこ結構やばいよ待ってダイヤそこやばいよダメしよ本当だけどなんだかんだやりますねマジギレしたエピソードマジ今今オッケー今ですねはいオッケー考えられない考えられないんだよねはいはいはい森氏はいいや今結構揺れてるどこまでやんのよモード変わるのそうなのいいよ今本当にいい勝負してるからさあ上げてよしスタートさあめっちゃ痛いじゃん嘘そうやばいだ早くいや俺ジェンガじゃないからこっちこっちジェンガこっちやばいジェンガに回れるジェンガが早くもう早く早く早くじゃあさするにしますさするさするさする早く早く早くこちらのシュークリーム、ね、何個ですか10個あるんですかね、はい
はい、そちらの一つにわさびですかね。いやー、ええ、怖い。激辛シュークリームが一つございます。やだやだ。それをその激辛ね、10分の1つの激辛シュークリームを見事引き当てた人が勝利となります。はい、ね、やば、マジ当てたら勝つんだ。そういうことです。不運な人がポイント取る。はい、ね、辛いな、それは。さあ、それじゃあですね、まあ、これね、やっぱね、ジャイケンして、これ公平に順番を決めましょう。はい、はい、さあ、それではジャイケンしてください。ジャイケンってですか。ジャイケン、ジャイケンするの。いや、ジャイケンです。ジャイケン、ジャイケン、じゃあ、じゃあ、わかりました。何すか。普通のジャイケンやってことですね、じゃあ。じゃあ、ですよジャイケンやりますか。ですよの、ですよジャイケンね。お名前ですか。そうそうです。じゃあ、いきますね。まあ、私が答えを見せますからね。はい。最初はですよ、ですよあいつ今じゃいけんぽですよ。好きなんですか。昔やってました。やってた。あ、なるほどなるほど。じゃあデスジャイケンで決めましょう、はい、ね。最初はですよ、ですよ、ね、で、あいつーまじゃいけんぽー。はい、オッケー。ここで出しますから、はい、ね、グーチョキパー、はい、ね、じゃんけんぽー。ほんとのね、あのですよはこうパーですけども、うん、これはもう自由にね。はい、はい、よし、わかりました。何ですかこれ、ジャイケンだけで、これ。やった。あー、今崩れた。今、ジェシカ崩れました。ジェシカ、ジェイカ崩れました。はい、じゃあ行きますよ。はい。ですよ、ジャイケン行きますね。はい。いいですか。最初はですよ、ですよ。あーくーいま、ジャイケン。この3人で、はい、あーすーまじゃいけんぽー。はい、負け。さあ、2人でいきますよ。あーすーまじゃいけんぽー。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。オッケー、優勝はモリシー。さあ、行きましょう。やばい、疲れんな、これ。疲れた。はい。じゃあ、これ。さあ、それで森氏から順番に食べてください。一気に。はい。いただきます。行きましょう。まずは森氏からお願いします。うお、行った。マジで、すげえ勇気。どうだ、どうだ。うん、おいしい。おー、せー。めっちゃうめえわ。じゃあ、DJ。はい。藤木さん、行きましょう。じゃあ、これ。さあ。いただきます。水の中行きましたね。パクッといってください。さあ、どう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 、せーの、怖い怖い。さあ、ザイアン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 、これ。さあ、足から行きました。さあ、ザイアン、はい、一口でいってください。お願いします。さあ、どうだ、きた、きた、うん、うわー、すごい、おいしい、せー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 。さあ、わし、ナッチュ、はい、じゃあこれ、はい、いただきまーす。こい、こいこいこい、こい、さあ、さあ、うん、さあ、どうだ、どう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 、せー、おー、強い、マジで、へー、怖い、強い、え、もう、え、食べてください。6個、食べます、え、食べます、食べてください。はい、選んで、はい、選んで、MC が食べるの見たことあります。ある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 、よくあること、よくあること、でも、そうそうそう、よくないでしょ。ええー、早く、リアクションが良さそうだからね、うん、見たい、見たい、やってください。たとえ美味しくてもリアクションみたいな、怖い怖い怖い、ほんと怖い、美味しくてもリアクション。見た目全然一緒ですからね。全然一緒。すごい、じゃあこれ言いますね。はい、んんんん、あれあれあれ、せー、おー、美味しい、美味しい、美味しい、美味しだ。
美味しい。これでいただきます。どうだ、うん、おお、マジで入ってる、すげえ、怖わっ、怖わっ、そろそろ怖くない、うん、DJ もうやばいよ、4分の1 25% え、マジ、これはもう、ね、え、大丈夫、違うね、セーフ、大丈夫、怖い、じゃあこれにして、さあ、もういつ来てもおかし、いつ来てもおかしくない、いただきます、うん、いつ来てもおかしくない、そう、そう、おお、マジで、ザイアン、ザイアン、ザイアン、じゃあ3人、3人、はい、ザイアン選んで、ザイアン選んでから、で、早もがちだ、早もがち、はい、はい、はい、怖い、え、俺、怖い、やばにね、一気に、怖い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 、はい、いきますよ、じゃあ、せーの、こういうのもやらなくなったんだから、もう、え、そうなんですか、そうだよ、ということで、AJ でワンポイント、あ、自分でワンポイント、同点や、いや、俺いらないですから、え、ね、何やって、いや、違い、パスコーでやってんだから、なんで俺が急に入ってんの、もういいじゃん、一緒に、一緒に楽しみましょう、え、ほら、もう、ジョン、ま、え、これ終了、もう、え、終わり、え、これだけ、え、終わりか、終わりだよ、もう、これだけ、じゃあ同点で終わっちゃった、え、どうする？どうするの？じゃんけん。じゃんけん。さっきのやつ。え、待って、え、ということ、え、1ポイント。1ポイント。1ポイント。さっきのじゃんけん。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 それ。じゃんけんなんだね。もう。ですよ、ですよだよね。違うよ、違うじゃんけんでいこうじゃあ。おお、なんだよ、もう。じゃ何じゃんけんでいこうかな、じゃあ。何がいい？クールポコじゃんけんいこうか、じゃあ。クールポコじゃいけん、ですね、ね、前に出ます、前に出ましょうか、じゃ前に出るわ、森、本当にもう、あ、ごめんよ、いらないんだ、いらないね、じゃあ、こうね、なんだこれ、最初はじゃいけんで勝負を決めようとしてるやつがいるんですよなーにー、やっちまったな、オッケーオッケーオッケー、あー、センちゃんからね、センちゃんのパートからいくからね、はい、じゃあセンちゃんのパートお願いします、じゃあ行けんで勝負を決めようとしてるやつがいたんですよ、なーにー、やっちまったな、いやー、勝っちゃった、勝っちゃった、ということで、ジョン・マクレーン選手権 HG の優勝でーす、なんか全部持ってかれてない、持ってる、全部持ってかれた、そう、というわけで、夢のジョン・マクレーンカツラの方は私がつけさせていただきます、すいませんね、じゃあつけさせていただきますね、はい、それありますよ、ああ、ゴリシー、いいの、取られたね、取られた、あーあーハーゲイデー、ハーゲイデー、ハーゲイデー、いやハーゲイ似合いますね、ダブル
揚げ HG ダブル HG でございますね。それでいきましょう。これでいく？あ、これいい？あ、それいいです、それにしましょう。あ、それでいい、それにしましょう、それ、それ決まり決まり。いいよ、いいよ、ありがとうね。新たなキャラできましたよ、本当に。じゃあこれで、ね、かぶっちゃうかい、意味ないよ。これでね、ラストフォー。森氏の大好きな人、ジョン・マクレーンで散々楽しみましたけども、この誕生日企画、まだプレゼントございます。はい、森氏はですね、パスポの中では男気あふれ体育系、体育会系キャラと聞いておりますけども、うん、本当はですね、もっと女の子らしかったりするんじゃないですか。お、うんね、はい、どうですか。そうでございます。ね、やっぱりね、女の子ですから、23歳の、ね、女です、女ですよね、そんなね、強ぶってね、じゃあね、もっとね、女の子らしくね、魅力を引き出してもらおうというために、こんな企画をご用意しました。題して、森氏のかわいいが作れるグランプリ。イエーイ。ということでですね、このね、かわいいが作れるグランプリですけども、ボーイッシュな森氏をですね、いつもよりちょっと女の子らしく、そしてもっとかわいくプロデュースしたいということで、プロデュースしてくれるのはこの3人、はっちゃけたなメンバーでーす。どういうことですか。はい、今回私たちそれぞれが森氏のためにコーディネートを考えて、はい、お洋服を持ってきました。すごい、ありがとう。あ、すごい、本当にかっこいい。3人ね、それぞれテーマが違くて、そう、森氏を可愛くプロデュースしようと思って。なるほど、それぞれの3人がそれぞれのテーマでいろいろ考えてきたんですよ。森氏に可愛くなってもらうということですか。そう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 、はいはいはい、じゃあ、これをじゃあ皆さんがこれぞれぞれ買ってきたわけですね。はい、そう、3人の、ね、服を渡して気に入って、気に入ったやつに着替えてきてほしいということで、じゃあ1人ずつこれ紹介していくのかな。そうだね、もう、なるほど、うん、これは1個だけですか、全部ですか。1個だけ、なるほど。あ、森が気に入ったやつを着るの。もう中身を見て、なるほど、着たやつを相当押してますね、これね、見ませんね、ほんとね。いや、いいよ、申し訳ないです。じゃあこれを中身見て、はい、気に入ったやつを森氏が着替えてくれる。はい、はい、じゃあ私からプレゼンをしていこうと思います。はい、テーマの方ね、はい、発表お願いします。はい、ですね、私のテーマは、露出ゼロでもセクシーは生まれる。おー、そんな、あの、なんていうんですかね、キャンキャンみたいな、キャンキャン、キャンキャンとか読まないよね。読まない、読まない。そうだよね、でも、うん、キャンキャンの雑誌キャンキャンみたいな、そんなお姉さんっぽい、ちょっとセクシーな服を着てもらいたいと思って。あ、まだ大丈夫ですか。ね、はい、じゃあ私はこれです、ね、そういう感じで、はい、さあ、DJ、 はい、DJ 藤木はこちら、オルちゃん風カジュアルかわいいファッションです。オルちゃん風、はい、オルちゃん、韓国の女の子。そう、韓国のかわいい女の子たち、オルちゃんって言うんですけど、そのオルちゃんのファッションが結構すごい人気なので、はいはいはい、それで私も好きなので、ちょっと森氏にオルちゃん風ファッションをで可愛くなってもらいたいなと思って持ってきました。わー、すごい、すごい、いいですね。さあ、ナッチは、はい、じゃん、はい、ふわふわもこもこで小動物系かわいいさっぱいぞ、プラス燃え袖って書いてある。もう王道な、なんかモテファッションみたいな、かわいいらしい感じ。そんなにかわいさ、ふわふわもこもこで。そう、森氏あんま着ないからちょっとどうかなって思いました。なるほど、はい、じゃあこの3つのテーマで一つ気に入ったやつをですね、森氏が選んで着替えてくる、はい、そして着替えてきて、森氏にはその服装に合った、うん、キュンとくる一言。おお、ね、はい、いろんなこうテーマ出ましたけども、はい、これに合う、奥手な彼氏にキスを狭む一言。なんだそれ、ね、向こうからもやっぱりキスね、してこない。あ、こっちから行かなきゃ、ね、可愛く女の子らしく相手にキスをせがむ一言、うん、これを、一つ選んだファッション格好して行ってもらいます。はい、わかりました。はい、それでは森氏、はい、行ってきてください。はい、お、じゃあこれもらえばいいの。じゃあ渡してください、中身は見せずに渡してください。はい、頑張ります。してチョイスして選んできます。ね、選んでいってください。すいません、ね、どれ選ばれるか。はい、いや、結構ね、考えて選んだからな。
ね、それぞれのテーマがね、そうですね、ありますけどもね、ちょっと座って待ちましょうか、うん、はい、緊張ですか、ね、疲れてるじゃないですか。大丈夫ですか。いやいや疲れてないですけど、なんかちょっとなんかちょっと盛り上がりすぎてだいぶ企画がいやいやいや大丈夫ですか。すごい楽しいです。すいません、なんかいいです、いやすごいなんか盛りだくさん、ね、用意していただいてたんで、はい、申し訳ないです本当にね、盛り上がってます。それではですね、皆さんにはですね、はい、森氏が帰ってきてその奥手な彼氏にキスを狭む、一言、はい、何を言うのか予想してもらいますかね。むずっ、奥手な彼氏にキスを狭む、奥手ですからやっぱ、ね、向こうからしてこない、でもやっぱ向こうからさせるような、あでも森氏って結構さ、うん、こう強引っていうかさ、うん、結構そういうのになんか恥ずかしがらずに積極的にいける女の子だから、ぐいぐいと行っちゃう。そうですね、確かに服を着たら分かんないよね、変わるかもしれない。あーなるほど、そのテーマの服装になりきってね、うん、可愛らしくいくかもしれませんし、えー元のキャラでいくかもしれません。予想か、そうね、予想しましょうよ、ね、の彼氏、うん、これ当たっても別に何があるわけではございませんけどね。え、ないの。予想しましょう、はい、じゃあとりあえず書いてみよう。そうね、とりあえずね、とりあえずいいんですよ。いや選ばれるといいな、どうしようかな。まあね、そこも選ばれたいですねやっぱね、うん、だからやっぱその自分のテーマの格好をしたという前提で考えてくださいね、それは、ね、ちょっともう休憩します私はちょっとね。いやちょっとできた、あできました、はい、ナチュ、はい、どんな感じ見せてください。予想ですからね、はい、そろそろさ、私たちキスしてもいいよね。おーなんか結構モリシってこう淡々とね、なんかなんていうの、なんか、あーもうなんかこう、普通なんか常識人だから、常識人、はい、うん、常識な、常識人だなあの人。そう、結構常識人なんですよ。あ、そうなの、意外に、ね、だから結構真面目に考えることもあるから。あでもそのセリフめっちゃいいですね。いいっすよね、ねえ、さあ私たち決していいよね、我ながらちょっといいかな、ナッチちょっとぽく言ってみてください、じゃあちょっと、え、ファンって、ええ、ファンが待ってますからね。ハッピーっすけど、いいっすか、じゃあ、言いません、そろそろさ、私たちキスしてもいいよね。うわー、あーいいわ、やだよ、いいですね、いいわ、なんだよこれ、なんだよこれじゃない、難しいよ、できた、できました、 DJ 藤木、はい、はい、見せてください、どうぞ。今日バイバイのチューしちゃダメ。わーおーわーおー、あーなんかちょっと言いそうかなと思って。あーいや、かわいいの考えますね、いいね、うん、さすがアイドル名乗ってるだけありますね。いやいや、ちょっとユッキーが考えた服装が、うん、なんか森氏がいつもだったら着ないようなピンク系だったりするから、はいはいはい、ちょっとこういう甘い感じのことも言ってくれるかなと思って、いい、ね、そう恥ずかしいね。いや、いいですね喜んでますよ、これ、はい、ファンの方もね、です。ジャイアンどう？ジャイアン、いや、ゲンさんいつも、うん、あの服装甘くないから、うん、そうそうそう、だからどんなっぽいですか、まあまあ、ラフな感じが多いから、カジュアルな感じですね。そうだから、はい、服装もなんていうの、結構大人っぽくなって洗練されて、うん、あの中身も洗練されたということで、はい、今日は甘めなチューして。うわーいいですね、甘めなチューしてほしい。ちょっと教えてもらっていいですか、甘めなチュー、甘めなチューってなんすか。甘えん坊な感じで来て、ちょっとね大人っぽい感じで、そう 甘えた感じでね、結構大人っぽい服を私あの選んだから、なるほど、彼が甘えてっていう感じな、なるほどね、そうそう、なるほど、いいじゃないですか。 HG さんも考えてくださいよ、先輩もお願いします。俺もド S パイセン、なんでその参加させるの、ド S パイセン参加型 MC がその答えたことある、はい、シュークリーム食べないよ本当は。なんですか、美味しかったね、シュークリーム。美味しかったね、普通にシュークリームを2個お前味わっただけじゃないか、はい、え、せいでしょ、本当にせい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 でしょ、なんだろうな、まあ、すごいの来ると思うよ、ね、ドレス先輩だから、ドレス先輩ハードですからね、ハードだね、来てほしいな、ハードって名前についてるからね、なるほどね。いや、結構悩んだんだけど、え、うちも悩んだね、あんまり着なさそうだって、
着てほしいなっていう。どれ着るんだろうね。ねえ。いやでもなんかケンさんがさオルちゃん風もないじゃん。ないよね。そうだから超迷ったの。ね。ねケンさんがキャンキャン風もないし。あ、わかりました。ギャル系もないし。うん？これですね。誰選ぶんですかね。先輩が出来上がりそうですよ。うん？一言言った時に。それすっかり忘れちゃったよ。あ、ケンさんが来たら。そう、あ、じゃあ来たらはいいんだけど、一言言ったら。ああ、なるほどね。一言言わせるから、ケンさん。なんもよ。何どうしました。やだ自分でやられた。ちょっとさっきの本何やもう。やだよね。俺にシュークリーム食べさせてもらって。知ってました？まだ知らないよ。まだですか？騙す側じゃないの？我々は。騙してないし。なんだよ。そんなことしないで。やられたよ。やられた。あれだっけと思って。あれはやられた。やべえ、ちょ真ん中そう。先頭か。最初は角が3つあったじゃん。そしたらドレス先輩がドレス先輩すごいね先輩がすごい運の持ち主よかったわ本当にわさびは辛いからねねえ危ない危ないまだですかもう来ました来ましたお長いですねどんぐらい今切れてるんだろうねあもうすぐえ今どんぐらいですか切れた方に全然ないあおーもうもう頑張ろうって書いちゃった。あ、10。10ってなんだ。どうしたどうした。なんか恥ずかしがってる声が聞こえる。なに？なにどれだろう。ねえ。来てほしい。来てほしいけどな。はい、できました。あ、先輩。はい。もうあのやっぱりもう、もうね、せがむわけですから、ね、でも向こうはしてこない、ね、しても言ってもしてこない、迎えに行きましょう、もう、うわー、すごい、どうしよう、すごい、してこないでもう迎えに行っちゃいましょう、それはね。最高気持ち悪恋はこれ気持ち悪これ気持ち悪い、ね、えさあそれではモリシの準備が整ったようなので、はい、登場していただきましょうモリシどうぞデあこれはあっホワイトシーザーおこれはこれは今言うのあ、今言うの早く注意してくれないと他の人のとこ行っちゃうよあ早くしろ早く終わらせろ LINE めっちゃ鳴ってんぞ誰かおーい反応してくれーおーい入るなよおーいおーいおい、終わりました。え、終わったよ。終わりました。あ、終わった。終わった。すいません。うわ、ちょっと瞑想して、あ、すいません。帰んぞ、おい。瞑想してたんです、すいません。帰んぞ。瞑想じゃねえよ。もう一回登場会いきます？いいよ、いいよ、もういいよ。もういいよ、やるよ。なんだよ、この、なんだよ、このまま。これ誰のですか？誰の？あ、出ました。あ、ザイアン。ザイアンの。ザイアンの。大人、その、そう露出ゼロでも露出ゼロえそうでもねえちょっと待って私さネックレスも入れといたのあいや入ってたわえしなかったのしなかったわあれあごめん忘れてたそれ持ってきて持ってきて誰か持ってきてそう失礼んじゃないよごめん恥ずかしい何さっきのさ何話してたのなんかな何これ待ってこれ何予想してた予想してた何が何の予想だよいやこう言うだろうなと思って今なんて言ったっけなんつったっけ森忘れちゃった、なんだっけ何言ってた何言ってた森もう一回はいらねえよ、別にもう一回、もう一回やだ、やだちょっと瞑想してたから、我々ねやだもう一回、もう一回いや、ファン待ってるからお願いもう一回早くしゅはい、もう一回休憩し
早くチューしてくれないと他の人のとこ行っちゃうよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。モリシもう嫌いです。もうはっちゃけたい、やめます。なんでよ。頑張ってください。怒らないの。マート頑張ってください。なんでよ。もう、ね、頑張ってください。頑張ってください。まあ、戻ってきて、ね、というわけで、かわいい作れるグランプリ優勝はザイアンでございます。おめでとうございます。ザイアン、まあまあ、座ってね。そうだったのね。なるほどね。あ、ちょっとね、大ぶりなネックレスで。おちょっと大ぶりだったんですけどね。かわいい。かわいい。つけてみて。ね。ちょっと待って。あ、かわいい方か。え？こんがらがってんですよ、すごい。これもつけたことないでかいやつ。いつもちっちゃいやつだったから。はい、はい、絶対素敵女性になるよ、ほら。何、いきなり電気した。おい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 。ねえねえ。怒らないですよ、スタッフさんがね。いや、マネージャーだ。あ、マネージャー大丈夫かな。マイク大丈夫かな。本当に、つけましたね。素敵素敵。はいはい、こんな感じ。あ、かわいい。かわいい。かわいいやん。ジャイアンっぽいね。うん、どうですか、こう普段しない格好をした感想は。いや、なんか嬉しい。ちょっとなんかやっぱ照れてましたね、やっぱね、うん、いや、恥ずかしいよ。でも似合ってますね。似合ってるよ、似合ってる、似合う、似合う。上品に見えるよ。やったー。すごい、モテそう。本当に喋らなかったら全然ね、可愛いです。喋らなかったよ、モテる。大人っ子で。大人っ子でモテる、絶対モテる。本当に黙って、後ろ向いたら本当可愛いです。後ろかい顔わかんない。本当可愛いですよ。ねえ。おいおい。じゃあ他の人のはですね、はい、ツイッターで上げますってどういうこと。ツイッターで写真を上げるんじゃないですか。アップすると思って。あ、なるほどなるほど。じゃあ後ほど誰が着るの。森、もちろんね、森氏が。じゃあ残りの2つも着ていただいて、はい、後々ね、ツイッターで上げてください。見てください。さあ、以上でですね、森氏の誕生日企画は、ここで終了となります。あ、終わりなんだか。そうですかね。終わりですね。はい、さあ、それではここでですね、はい、森氏にお伝えしておかなければならないことがございます。はい、森氏、自分のプロフィールにですね、短所の欄、短所なんて書いてます。短所の欄、短所、短所、無茶ぶり、無茶ぶり、無茶ぶりが苦手とかじゃなくて、無茶ぶりが苦手。短期小指。そうですね。小指って何。小指短いところ。小指は短いもんですが、大丈夫ですよ。何て書いた。短期、そうでございます。ね、あ、短期か、短期、短期って書いてますよね。短期、今回23歳ということで、はい、ね、大人の女性になるにあたって、はい、やっぱね、気の長い優雅なエレガントな女性になってもらうべく、短期な森氏改善プロジェクトという裏企画が同時進行しておりました。そうでしょ。どういうこと。そうなんですよ。こちらのフィリップご覧ください。ね、おかしいとこありましたよ、だからね。あったよ、あったよ。いたずらがね、随所にあったわけですよ。あったよ。バースデーケーキは小さい。小さい、それマジムカついたわ。いや、それマジでムカついたわ。あとこれも切れてましたね、プレートの名前が間違ってる。そう、そこもこれ、森氏の C が、しおりの C じゃなくて、マジ宇治っていう字になってましたよね。くそ。はい、あ、これありました、収録中に。これ怒ってなかった。スチールカメラのフラッシュを焚く。いつの話撮ってたの。めっちゃ焚いてたよ。バシバシ。全然、別にいつものことだから。あ、それは全然。いつも撮られるから。さすが、うん、やっぱスターは違いますね。あ、これ切れてましたね。収録中にスタッフの携帯が。いや、マジで。そう。なんであのタイミングに鳴らすんだよ。めっちゃ思ってた。ない。むしろ森持ってんなってちょっと思った。ない。ない。わざとわざと。ふざけんなよ。これなシュークリームロッシャー。マネージャー、おい、電気は消すわ。ナイスじゃん。追加のいたずらは本当に。入るわ、うちら一人で。あ、今切れてますよ、まだね。シュークリームロシアンルーレットで必ず森しか聞いてない。聞いてないじゃん。聞いてないじゃん。でも失敗したの。俺じゃん。知ってたの。知ってたの。俺が切れたじゃん。ユキたち知ってたの場所。ハードゲーさんが引いちゃったんだよ。奇跡的に選ばなかったから。本当に運がいい。イエーイ。なぜか俺にみんなパパッとって最後で。なんすかあれ。だっ
から先だったのね。なるほどね。森氏の頑張りに対してメンバーがノーリアクション、ね、めっちゃ綺麗だ最後ね。だいぶ綺麗でました。さあ本当だよ、まあ、今までですね、いろんないたずら仕掛けてきましたけども、怒った回数が10回以下の場合は大嫌いなレバーを1本、20回以下だと2本、30回以上だった場合はなんと10本。え、10本、普通のレバーでも10本。モリシレバー嫌いなの？大嫌い。もうね、レバーだけは一生食べれない。鉄分豊富ね、タンパク質も豊富でございます。え、美味しそう。めっちゃうまそうじゃないですか。さあ待って、モリ何本食べるの？何回怒った？さあ、それではですね、気持ち悪い。今日怒った回数発表させてもらいます。怒った回数は16回ということで2本。あ、結構怒ったね。これ本当にうえってなるパターンなの、これレバーは。マジで苦手だよね。生も、そう、生も焼いたのも食べられない。でも大人の女性はね、レバーもね、涼しい顔して食べる。焼いたのが一番高い。これが大人の女性ですよね。キャキャえ、あーすごい渋い顔してる、ね、うわ、中見えてる。来たね、来たね。頑張れ頑張れ。何ちゅう顔してんの。大人の女性は涼しくエレガントに食べる。すごいすごい。お、いった。大丈夫？すごいすごい。うわぁ、もう見てらんない。大丈夫？やばやばい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 。マッシュレバーが今見えましたよ、今。うわうわうわ、うわダメ、うわうわうわ、もう、いや、出てきてるからね、3回に1回出てきてるから。あーあーあー、もうアイドルはもう、すいません、私の映像で、あーあーすいません、ここは私の映像でごまかんでください、本当に。大丈夫？大丈夫？ダメ？克服しないと好き嫌いは。ね、今日のチェキの当選者はツイッターで発表しますね。はい、はい、よろしく。うわ、大丈夫？大丈夫？あ、頑張ったね、今日は誕生日なのに。いや、誕生日、いや、俺のせいかよ。俺にタイムつけてる。なんでなんですか、楽しくやってたじゃないですか。はい、あ、もうあと30秒ですよ。早っ。30秒。早かった。ね、誕生日企画いろいろやってきましたけども、はい、ね、大人の女性になりましたか、森氏。もうならなくていい。ならなくていい。このままでいい。いやいや。だからもうレバー食べない。子供だ。レバー食べないじゃないです、本当に。じゃあね、まあ、あさってね、ライブあるんですよね。はい。フリもやりましたし、自己紹介も逆考えましたから、はい、ね、いろいろ実践して、うん、ね、さらに大きな、パスも待ってください。頑張ります。はい、お願いしますね、本当に。いや、見てくれた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。なんか一言言ってく？ありがとう。テンションいく。11月7日とか8日とか盛大に祝ってね、うん、そうだね、誕生日当日はね。森、この今日の企画何回告知したかね。ちょっと待って、優しくしてあげてください、当日は。はい。はい、じゃあ皆さん、また会いましょうね。バイバーイ。